井上四郎は昭和期の日本の銀行員である。日本銀行理事、アジア開発銀行総裁などを務めた。東京都出身。父は1932年に血明弾事件で暗殺された元蔵相の井上淳之助。母は家族、吉木毛利家の毛利茂助の娘、千代子である。1931年、東京府立一中を4を修で修了し、府立高等学校、東京帝国大学卒業後、日本銀行に入行。日本銀行理事に就任、ニクソンショックの渦中にあって、当時の柏木雄介、大倉省顧問らと同様、日本銀行を代表して、日本市場閉鎖に反対の立場を取った。この間、閉鎖するまでの12日間で、当時2200億円の為替差損を生じさせることとなったが、一方で、これは、市中銀行が輸出奨励政策の一環から、これまで巨額のドルを保持していたこと、また、日本の国際収支の黒字隠しのためにこのドルの保持が利用されていたこともあって、国家が民間企業の巨額の差損を肩代わりすることで、救ったものだと評されている。1972年、アジア開発銀行の創立以来、総裁を務めてきた渡辺武が体調不良になり、その後任総裁に就任。1974年よりアジア開発基金設置に尽力。1976年にアジア開発銀行総裁職を退き、吉田太郎一にその職を譲った。1987年、春の叙勲で、勲一等瑞宝章を受章。2010年7月11日、肺炎のため95歳で逝去。ありがとうございます。